皆さん改めましてこんにちは。岡山から参りました岡山アルジャネ蓮華と申します。まずはこのようなありがとうございます。このような機会を設けていただきまして誠にありがとうございます。私たち祭り当日尾上会場という会場で踊らせていただいたんですが、祭りの後に、わざわざ、そこの会場のスタッフさんからお電話をいただきまして、おめでとう、よかったよ、ありがとうというふうに来年も来てねと、お褒めの言葉をいただきました。本当に嬉しく思っております。私たちは、そういった会場のスタッフの方の、思いを、そして、お客様、見てくださっているお客様のためにも精一杯笑顔で踊ってまいります。どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは日本三大奇祭、男の背中に春を。その身を捧げた背負う覚悟は蓮華の蓋越し。さあどうぞ頂戴、鬼才の栄養を裸まつり、この手につかむ夫婦の神よ。さあ早速受賞をもらえ。
者5名。